んか。晴れもんは違うねやっぱ。お前も晴れもんやけどな。俺一緒にすんな。お前も晴れもんやぞ。俺は違うな。お前も晴れもんやで。お前言うな言うて。お前は晴れもんや。お前ちなみに花房は晴れもんやと。花房は完全に晴れもんやと。昨日めっちゃおもろかったぞバロランと。花房参戦してたもんな。してたな。一生ゲラゲラ笑ってたぞ。ハハ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 寝る時間も削って食わへんわみたいな感じになってさ、うん、なんか一人でゲラゲラ笑い始めてさ、俺らも深夜テンションやったからさ、全員なんで笑ってんのかわからないまま全員で大爆笑してたから。花房さんのチャンネルを見てきましたが、アーカイブの平均が3時間なんですが、本当に大丈夫でしょうか。まあでも大丈夫ですかこれ。あ、そうですね。だいたいお腹空いてやめてるんで。だいたい配信いつも食べるというから、2回食ってるから今日食べたからどう大丈夫やめる理由ないかな。どういうことか。3時間で食って3時間で食って、そうえ、じゃあ24時間で8回も食うってこと。いや寝てる時間は、あ、そっか、寝てる時間があるんだ。寝てねえやん。ハレモノマッキ症状やん。ハレモノマッキ症状。毎日8時間ぐらいやってるもん。なんでなんやろうな。あんなやる意味ないのに。意味とか言うな。